ご視聴ありがとうございます。今回はですね、一番くじ引いていきたいと思います。こちらです。はい。一番くじ、僕のヒーローアカデミア、石。今から引きに行きたいと思います。で、おさらいってほどでもないんですが、今回私、こちらの、D 賞、火だるまエンデバー、ほぼ一択です。まあ、若干トゥルーフォームガリガリ岩倉マイトさんも気になるんですが、うん、あわよくば当たってくれたら嬉しいなくらいですかね。うん。で、新しいビジュアルのデクも、まあ、今後絶対もっといいの出ると思いますし、まあ、そんなわけで、エンデバー1点狙い。うん、まあ、でも、エンデバー、あそと80分の1できついんですよね。ですので、無茶しない程度に引けたらいいと思うんですが、うん、まあ、行ってきますね。はい、ということで、なんとか無事ゲットできました。ありがとうございます。ではですね、ラバー開封でもお届けしながら締めに入りたいと思います。はい。で、今回のくじなんですが、まあ、セブンイレブン系列開催ということで、金曜から開始予定だったんですが、深夜に引けないですよね。で、なんか結構遅れているようなお話も聞くんですが、これって遅れてるんじゃなくて、イトーヨーカドー合わせの金曜より順次発売予定の表記じゃないんですかね。まあ、ヨーカドーさんの物流とかわからないですが、もうセブンイレブンが遅れているっていう感じというよりは、当たり前のように土曜から始まる雰囲気で納品されてますよね。で、来月開催のワンピースくじもセブン系列で金曜開始じゃないですか。なんかあるんじゃないんですかね。うん。まあ、わかりませんけどね。はい、ただそんな気がしたっていうだけでした。はい。で、今回ですね、私、10回くらい引かれていて、B 賞のマスクデクだけなしっていうお店で引きました。まあ、なので、多分70くらいあったと思うんですが、いや、ヒヤヒヤしましたね。5回刻みで15回までフィギュアなしだったんですよ。終わったと思った20回目で、ホークスとエンデバーゲットできました。まあ、確率収束。なんとか10分の1でフィギュアゲットの形となりました。怖かったです。で、さすがにホークス、申し訳ないんですが、現状開けない予定でいます。本当すいません。まあ、でもエンデバーはすぐにこれから開封していきたいと思うんですが、まあ、ちょっと週末ハードに動きすぎて、もうそろそろライフゼロに近づいてきましたので、一旦寝ようと思います。まあ、でもまた今日中くらいには、エンデバーの方も開封動画投稿できるかと思いますので、ご興味ありましたらぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい。では以上になります。今回はすいません。結果のみのご報告でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。